こんにちは、岩津です。今回はライズ専用フロントグリルガーニッシュ取り付けていきたいと思います。商品の中にですね、こちらの脱脂クリーナーが付属しておりますので脱脂を行っていきます。取り付け箇所がですね、こうこうこうとこことこことここですね、感じになりますので、しっかり拭いていきます。この作業ですね、しっかり行ってください。貼り付きが弱くなったりとかなってきますので、ゆくゆく浮いちゃったりとかですね、可能性が出てくるので、しっかり拭いていきます。それでは仮合わせを行っていくんですが、2つに分かれている部分が一番上ですね。正直ですね、もうつくようにしかつきません。このくぼみの部分、くぼみの部分をここに合わせるようなイメージですね。すると自然とここに沿うような感じになりますので、変に曲がってないかとかっていう確認をですね、この際に行ってください。残りの箇所も同じように、仮合わせを行っていきます。こっちでランパの裏を通すような感じです。この一番短いパーツになります。同じようにくぼみに合わせていくような感じですね。貼り合わせが終わりましたら、商品裏の両面テープを剥がしてください。一番上の段から取り付けていきたいと思います。貼り合わせの際と同じようにですね、こちらのくぼみとこちらを合わせるような感じでですね、いきます。よいしょ。で、合わせましたら上からグッグッと強く押し込んでしっかり圧着してください。はい。それでは反対側も同じようにですね、こちらのくぼみ合わせて同じように取り付けていきます。よいしょ。圧着の際なんですけれども、一番上のですね、このパーツのところは見てもらったら分かるんですが、このここで止まってるんですね。2番目と3番目のパーツはですね、このナンバーの裏までなってるんですね。しっかりナンバー裏の方まで圧着してあげてください。それでは取り付け終了いたしました。見てもらったら分かると思うんですけど、まるで純正みたいですよね。フィッティングも完璧です。さりげなくメッキパーツが入るのでめちゃくちゃかっこいいですよね。ライズにお乗りの方はぜひお試しください。